有限会社大阪イニオムの北村由志と申します。大阪府堺市中区にて学校制服、体操服、帽子、靴、給食エプロン等の学校医療の販売、会社制服の販売をしております。何か大阪市の商品お困りごとがございましたらご連絡ください。皆様の役に少しでも立てれば幸いでございます。どうぞよろしくお願いいたします。本日は12月の2日の金曜日ということですね。大阪堺のは曇りのち晴れということですけども、最高気温は12度、最低気温は5度ということで、降水確率は 0% で済ますね。やっぱ今日はですね、かなり肌寒いですね。朝からキューッと一気に冷えて、昨日より、ね、仕事低くなりましたけども、まあ、世間のはかなり暑くなってましてね、あのワールドカップで日本がね、なんと勝ってスペインを破って、ね、ベスト16ということで、ね、本当におめでとうございます。なんか朝からホットな、ね、ニュースを見て、ね、皆さん暑くなってると思いますけども、まあ、今日行ってね、あのまた土日学校、ね、生徒さんなんかお休みになると思うので、今日一日頑張っていただけたらなと思います。お母様お父様方も、ね、あの頑張っていただけたらなと思います。当店の方もですね、新入生の中学校の制服のご対応と、あと在校生の、制服の修繕対応、購入対応ですね、あと小学校の関連商品も販売しております。あと会社制服の販売等の対応もしてますので、よろしくお願いいたします。本日も10時から、7時までの営業となっております。あとね、ちょっと寒くなってきたんでね、手洗いぐらい消毒、玄関にですね、あの消毒液を入れてます。ぷじゅっと、入る前に協力いただいて、からのご入店よろしくお願いいたします。今日も皆様がですね、一日あの素敵な一日になるように、あの祈りながら、今日も一日頑張って営業しておりますので、皆様ご来店をお待ちしております。日本ブズイ。